優しい人、毎朝小鳥に挨拶を、それからウサギとリカム自分の足をそっと撫でる。お母さん、よく目だけで見たいものだけを見てるんでしょうかね。っていうのって何でしょう。それは形のはっきりしたものだけです。愛というもの、それは情というもの、それは思い。この街に別れを告げた日は、焼けつく夏の終わり、貨物列車の旅の終わり、おたどり熱い応援があるからだと深く感謝しております。皆様本当にありがとうございました。No.